修羅の門遺伝筆影。修羅の門でキャプテン翼をするというバリーブーブーな漫画。修羅の門からの出演はイグナシオと呼ばれる中ボスみたいなキャラがサッカーにコンバートしてブラジルクソ強にしたみたいな感じで。これ以外の修羅の門のキャラはほぼ出てこないし、イグナシオも冒頭でラスボスアピールして、それ以降ほぼ出てこないという実質オリジナル作品。主人公はそのイグナシオの相方のホモで、なんやかんやあってイグナシオと呼ばれるブラジル代表のエースストライカーと同レベルのポテンシャルを持つという、超絶高校生1年の男。こいつが日本に帰ってきて高校のサッカー部でてっぺん取ろうとしたら、そのサッカー部が軍隊サッカーを推進するサッカー部であり、監督に意見する夏部小部優奈のような感じであり、音楽性が合わないために高校付属のサッカー部を蹴るというイベントがあるのがクッソ激烈に面白い。この辺は修羅の門もそうだし、この作家の癖というかデメな部分なので、合わない組織で働いていてもお互いにデメリットしかないからね。ここからモンスターズユニバーシティよろしく、自ら主人公と音楽性の機械監督を口説き落として仲間集めを始めて別方向からてっぺん目指すというパワプロ君ポケットのサクセスをするような感じの漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録